ホルヘ・サンパオリこと、ホルヘ・ルイス・サンパオリモヤは、アルゼンチン・サンタフェ州出身の元サッカー選手、現サッカー指導者、リーグアンオリンピックマルセイユ監督。現役時代のポジションはミッドフィールダー。アルゼンチンのニューウェルズ・オールド・ボーイズの育成組織で、守備的 MF としてプレーしていたが、足の怪我により19歳の時に、現役続行を断念。ニューウェルスの下部組織での指導歴を経る。 2002年にペルーのファンアウリチで指揮を取った。その後はペルー国内でキャリアを重ね、2008年にはチリのオイギンス、2010年にはエクアドルのエメレク、これらのクラブで国内リーグのプレーオフ進出、コパリベルタドーレスやコパブリジストンスダメリカーな出場権獲得などの実績を残し、2010年12月に CF、ウニベルシダデチレとの契約を締結。 翌2011年シーズンから同クラブの指揮を取っていた。2012年にチリ代表の監督に就任した。2015年母国開催となったコパアメリカ2015ではチリ代表を優勝に導き、同年のフィファバロンドール受賞式ではルイス・エンリケ、ジョゼップ・グアルデオラと共に最優秀監督候補に選出された。しかし、かねてからチリでの労働環境に不満を持っており、 一時は退任をほのめかす発言をしていた。2016年1月19日、チリサッカー連盟から契約を解消することで合意したと発表された。ありがとうございます。